中田翔の通算成績。一流ではあるのか、ハム査定と思えない上がり方してるんだよな、なんなんや。札幌ドームやったし、ホームラン打てる選手の査定高かったんやないの。打点王3回という七夕タイトル、神宮本拠地なら相当数字変わってたやろうな。札幌で30本は普通にすごいな。2割3分40本ぐらい打ちそうなイメージからの2割6分25本100打点安定して打つやつ。まあ札度考慮したら間違いなく強打者ではあるんだけど、なんかこれじゃないかん。打点王3回って意外とすごくないか。西川近藤に感謝やな。ウォーマイナスでよくこんな稼げたわ。札幌ドームやなかったらホームラン毎年10本増えとるやろ。中田は打点になる凡退してくれるからな。ランナー3塁にいると最低限やってくれる。活躍した時の成績より216-1667のイメージの方がある。216-1667ってネタにされてたけど、一番悪い年でこれって普通にすごいわ。こいつの通算オプス見た時びっくりして二度見したわ。通算オプスが西川と対して変わらないのに代打者扱いされている謎の選手。チナ WBC とプレミア12での通算3割2分9厘70の23-625オプス 1.065。 いや普通に超一流じゃねか。すごいな、十分レジェンドクラスだわ。40くらいまで続けたら普通に名球会入れそうやな。